おばさん。どうも。殴るぞ。もう殴っています。私を呼ぶときは何と言えと教えた？ん？アルフィア、お母さん。よろしい。それで、何を言いかけていた？殴らない。話を聞く前からわかるものか。だが不快だったら殴る。怖い。ならば、はたく。それもきっと痛い。あまり騒ぐな。またデコピンをするぞ。ひっ。私は雑音が嫌いだ。必要なことだけを粛々と報告しろ。イエス、マム！殺戦した！なんだそれは。誰から教わった？おじいちゃんがこう言えって。あのクソジジイめ。ベルの教育に悪影響しか及ぼさないガン。やはり魔法で三つ山の向こうまで吹き飛ばすか。やめて！おじいちゃんが死んじゃうからやめて！手は出さないから話してみろ。僕の本当のお母さんってどんな人だったの？優しいやつだった。優しい？ああ、いつも笑みを浮かべ、ただいるだけで他者の心を解きほぐした。病弱で、しかし儚さを感じさせず、普通のことを言っているだけなのに、ああそうかと間違いを気づかせてくれる。不思議と誰からも愛される、とても白い女だった。白い。だが食べ物の恨みだけは凄まじかった。え？あいつが楽しみにしていた甘味を、私がこっそり食べてしまったことがあってな。あの時のあいつは、竜の息吹を吐きかねんほどだった。私は初めて死を覚悟したよ。ええ。同じ理由で、ヘラ、とある女神も、石の床に直接正座させられてな。あれは本当に見物だった。あの傲岸不遜な女が、屈辱で身を震わせながら、涙を溜めていたのだから。誰かの手を借りなければ生きられなかったからこそ、お前の母親は生きることの尊さを忘れなかった。己を卑下せず、感謝を忘れず、地獄のような苦痛にも屈せず、笑みを浮かべながら今を生きることを誰よりも噛み締めていた。お前が病を知らず健やかでいられるのは、他でもない、お前の母親のおかげだ。お母さんが？ああ、少なくとも私はそう確信しているよ。本当はな、私はお前と会う気なんてさらさらなかったんだよ。お前の前に姿を現すことだけはすまいと、そう思っていたんだ。それじゃあどうして？
魔が差してしまった。妹の残した子が気になって、ザルドと一緒にこんな山奥に訪れてしまった。遠くから、本当に一目見て去るつもりだったんだ。だが、お前のその白い髪を見たとき、もうダメだった。私は込み上げてくるものに耐えきれず、気づけばお前の前に立っていた。お前はメーテリアによく似ているよ。お前のその白い髪も、顔も、笑みも、すべて母親譲りだ。お母さんも。ただ一つ、瞳だけは父親のものだ。その赤い目を見るたびに、私は無性にくり抜きたくなる。ひえ！僕は、アルフィアお母さんとも、ザルドおじさんとも、離れたくないよ。お前が永遠を願っても、神ならざる我々では叶えられない。私たちは不変ではないからだ。ずっと一緒にいることはできない。お前が望まずとも、別れは必ず訪れる。それを忘れるな。アルフィアお母さん。今日明日の話ではない。そんな顔をするな。お別れ、したくない。何か話してないと、どこかへ消えちゃいそうで、怖い。昨日来た神様、帰っちゃってよかったの。ここに、かつての覇者がいると聞いた。帰ってくれ。貴様の計画に加担することは、できない。うん。すまない。謝るなよ。これでよかったのさ、お前たちは。あ、あれでいいんだ。私はもうお前を選んでしまった。お前を置いて悪を選ぶことは、もうできない。悪？ありとあらゆるものを壊し、秩序を混沌に塗り替え、正義を問う存在。そして、多くの者を殺す。殺す？ああ。時代の英雄のために踏み台となる。多くの者から大切なものを奪い、恨まれ、憎しみを買い、そして彫刻の先へと駆り立て、未来を託す。世界を、救うために。
だが、悪を選ばなかった私たちのせいで、世界は滅ぶかもしれない。最後の英雄は生まれないかもしれない。それなら、僕が英雄になる。僕が最後の英雄になる。だから、お母さん。生意気な子供め。私の前で英雄などとほざいたからには覚悟しておけ。今更撤回など許されん。うん。では、今夜からザルドと一緒にとことん鍛えてやる。今夜！まずはモンスターの巣に放り込んで凌辱させるか。それとも、川底の岩に体をくくりつけて死の感覚を教え込むのが先か。私はこれといった修行をしたことがないから勝手がわからんな。それは修行ではないと思います。バカめ、生と死の境界を見極めなくては限界など知れんだろ。お前が英雄なんてものになるためには限界をあと300は超えなくてはならん。限界の意味とは？だから、もう少しだけ一緒にいよう。夢を見ていた。会ったこともない、知らない女の人と、自分のようでいて自分ではない、ベル・クラネルが、たった二人きり、黄昏の光の中を歩んでいく夢を。
それは平穏で、幸せで、美しく、寂しい夢だった。英雄になれ。夢の中のベルクラネルは決めていた。たくさんのものを背負って英雄になると決意していた。英雄になりたい。僕のそれはまだ願望のまま。この英雄願望は、思いは、いつか決意に変わるのだろうか。あるいは、違う何かへとなるのだろうか。わからない。けれど進もう。すでにぼやけてろくに思い出せない。あの光景に負けないように。行ってきます。それは遥か彼方の静穏の夢。おばさん？ゴスペルパンチ？何を言っている。素手で殴るとはこういうことだ。これも教育だ。あのバカの息子だというのなら、俺たちの家族に違いあるまい。